を企む悪の科学者謎であります。Being, as a being, the problem of the world, that's all. Tell the secrets. As a being, I don't know. What?若い光線の秘密を教えてもらおうか。知りません。知りません。I don't know。知りません。マサエ、これを見てみろ。お前がどうしても秘密を話さなければ、あの二人を今すぐ死刑にしてくれよ。お前も八つ裂きにしてくれるぞ。お前は八つ橋にしてくれるぞ。京都だけにな。さあ、本当にしょうもないわ。お父さん、マサルさん、元気でいたんですね。世界中の平和のために私絶対に秘密を話しません。こんな変なおっさんなんかに。マサルは長い間心配をしていた。お父さんとマサルの姿をテレビジョンの向こうに見ると安心をするとともに、目には大粒の涙が溢れてくるのでありました。それにして黄金バットのおじさん、おじさんは一体どうしているのかしら。黄金バットのおじさん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 。エコです。エコ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 さんさん。ダメ、私一人じゃ黄金バットのおじさんに届かないわ。今日ここにいる皆さん一緒に黄金バットのおじさん、これね、ご一緒にお願いします。 OK ですか。しても若干の大人がね、うわー、大丈夫かな、顔して OK ですか。 OK、 Please join us to call 黄金バットのおじさん。黄金バットのおじさん、 OK 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 OK。 じゃあ行きますよ。さん、はい、オーンバットになっているのおじさん、さん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 。最後までありがとうございます。わざと皆さんの声が届いたのでしょうか。アルプスの山々にこだまするオーンバットの笑い声。Science has become true. Golden bats left and go through that. マサル君、そしてマサエさん、今このオーロンバットが助けに参ります。頑張ってください。見る、天空高く姿を現した正義の味方オーロンバット、たちまちシューッと空を飛ぶ。突然現れた黄金バット、悪を憎み悪を懲らしめる黄金バット、マサエの涙に応えるように。ああ、ね、さっきからね、あの人ね、僕の方で笑ってるとこが失礼ですね、あなたね。やっぱりその結構ね、これわっはっはって、今の子供からね、おっさんキモーとかね、この風にやってわっはって、やっぱこいつ悪いもんやーってね、結構今の子が突っ込んできます。前に来た子なんてほんまにね、このシーン、このシーンでうわー黄金バットめっちゃ美脚やー言いましたからね、まあ、そんな子もいます。でもまあね、テレビやったらね、一方通行でも紙芝居双方向じゃないですから、ね、紙芝居でインタラクティブ OK。 皆さんこれね、ぼーっと見るんじゃありません。今からは黄金バットの3回高笑い、これね、皆さんご一緒にお願いいたします。 OK、 プリーズジョイナース OK 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 OK。 日本にはね、笑うことには伝わるっていうね、とってもいい言葉あります。だからね、笑いの事情を持っている人とね、まずは大きな声で人生を笑ってください。
行きますよ、行きますよ、行きますよ。はい、三、はい。おっ、あなた2秒もらいましたよね。行きますよ、はい、三、はい。おっ、お父さん、はい。おっ、アホみたいですね。ほんまありがとうございます。声優型黄金バットタイマー参上。まず出てこい、黄金バット様のおいでだ。いや、黄金バットめっちゃったな、キュート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 な、この子の口切れとってね、帰れ帰れ、帰らぬ、三人を出せ、窓に魔王を案内せよ、言うな、よし、撃て、撃て、撃て、どうだ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 、Sounds about to find a way. オーブンバットに雨離れと注がれた。ポケ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 ポほんまつくつくありがとうございます。つないだとできか、謎の兵士のためなど、みんな弾き返してくれるわ。本日は謎の兵士の兵は弾き返してくれるわ。チームさん、使いますか、返します。さあ、今度は勝つの挨拶だ。行くぞ、地味の黄金バット、今度は逆襲だ。覚悟しろ。えい、うわドッタンバッタンキューキューたまもとおらん不死身の黄金バット これはかなわぬ助けてくれ助けて黄金バットはつらい黄金丸の名剣を抜き放ちましたいざ謎を剣山戦これから黄金バットが腕の冴え黄金丸の切れ味を見せてくれるぞ謎はどこだ姿を見せろ黄金バットの活躍やいかにこの続きはまた明日のお楽しみこれね、昔々の紙芝居黄金バットの16巻目ね、ご覧いただきましたもちろんだって経緯もない漫画もねほとんどなかった頃子供はみんなねこんな見てましたまた明日見てねまた朝もっちゃんとか行くんですよねでずーっと続く毎日やるのが昔々の紙芝居そのね有名ライブ的作品黄金バットの16巻目でしたただね一つは申し上げておきますとまた明日ここね来てもらっても全く同じになってますからね明日昔紙芝居全部ね原画使うんですよ今みたいにね印刷とかコピーじゃないんですよね原画1枚しかないのほんまにねみんな当時ね3万人5万人おったっていう紙芝居のおっちゃんがね買って使い回していくんですよ例えばこれねこれこれなんかはねこれまた次にね60年前の紙芝居安坊ですこれなんかはねどんどんねこれほらなっちゃうんですね今こうやって原画大事にしようとコピーしてますけどねこうやって1個しか使い回しましたでねこんなスーパーエンテラーとかってこんなんでうちの人たち前回そうってますけどもね有名どころの黄金バットに関しては僕らの16巻しかないからねずっとこれやってますもちろん、ね、他にもどん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 新しいのを作っています結構ここに行く上の子供なんかはねじゃあ僕が17巻作ってきたらって言ってますけどもね実はこの芝居ねじゃあどうなるんだろう想像したね今度は自分でもね作ってみてください今日はね、紙芝居3時間から終わってからここでね、4個の紙芝居作ろうっていうね、ワークスポーツマスができるんで、子供も大人もね、ぜひ参加してみてください。じゃあ、今日の紙芝居ね、1時半からここでおしまい。やけども、紙芝居入れたらね、今日お話もしたけども、クイズもしたけども、もちろん忘れちゃいけません。これも用意してます。おとなしく待ってよね。これ。わかる？わかる？割り箸。そうやんな、割り箸やんな。わかっとるわ、それぐらい。そう、水飴ね、水飴今日もね、売ってます、ね、昔までお菓子売っとってね、お菓子買ってる商売でした、お菓子を買わなかったんですね、皆さんの芝居っていうのはね、今日はね、もちろん、売るのは自由にしてますけども、ただね、昔とはちゃいますよ、ちゃんと、じゃ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 ん、なんて今は、手をきれいにします、消毒します、偉いでしょ、消毒します。ちゃんと僕は衛生も気遣ってるからねちゃんとお風呂入りますよ1ヶ月に1回だけねこれ水飴こちらが水飴でございますじゃじゃーん、ね、
メルティーキャンディーみたいなベリースイーツでね、一番いいです。ほら、ほっといたらだんだんデロンと溶けて、ほら、落ちていくんです、落ちていくんです、落ちていく、落ちていく、落ちていく、落ちるから、こうやってね、グリグリして遊ぶんで、まあ、今はちゃいますよ、今は、ね、まあ、ほんまによくこうしてね、床がべっちょーんしまいますから、今はこうやってね、ミルクせんべいで、こうやって、サム挟むんで、さらに大きく工夫いたします。これ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 、ミルクせんべいをもう一枚使いまして、この酸味をした水飴にこうします。わかる、わかる、うさぎ、はい、さん、はい、うさぎ、うなぎ、うさぎ、うなぎ、うさぎ、うさぎ、うさぎ、あ、国産うなぎ、あ、じゃなくて、うさぎ、うさぎ、詐欺？あ、俺俺って。詐欺。違います。これは詐欺です。言いました。はい。失礼しました。詐欺さんに正解や。大変な詐欺ボケ、ラビラビとね。これマッコ聞いたね。はい。ピカチュウ、違います。詐欺です。詐欺。詐欺にね、こうやって顔を描いて売ってます。まあ、普段はね、これ水溜めとこれ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 。この抜きを2枚、抜きしてます。おかしい。